私の友達が樽の中に閉じ込められて、そのまま海に流されちゃいそうだよ。悲しいな、流されちゃったら本当に悲しいな。かなちゃん、願いだから助け出してあげて。ということで、樽をついて。はい。友達のために一生懸命になってくれた。ありがとう。どういたしまして。かなちゃんは優しいな。誰かからお祝いのコメントが届いたみたいだよ。すごいな。もう、あ、こんな感じ。メイクイッチ、お開けたさん、おめでとうございます。花澤さんとの出会いを思い起こすと、花澤さん、迷ってるわ。お誕生日おめでとうございます。うわ、すごい。何この感じ。すげえ。ツンデレでしょ。そうそう。またね、いじめられるのが好きなんだと思います。山川さんは。がないの？はい、もう使いの。監督だったから魔法使いのオープニングとかさ、スケッチブックのオープニングとかさ、もういいけど。はい、じゃあ、寝ろ。体は花の一人でできるかな。わかんないよ。うちの友達が樽の中に閉じ込められて、そのまま海に流されちゃいそうだよ。悲しいな、流されちゃったら本当に悲しいな。かなちゃん、願いだから助け出してあげて。ということで、不審も危機一髪ドーン。ゆうゆはそのまんまだよ。わかるでしょう。はい、対戦相手はこのテーマパーク一の天の邪気、欲しいも A さん。知らない。じゃあかなちゃん、その剣を手に取って、はい、樽をついて。はい。はい、これって。はい、これこのまま黙々とやり続けるわけですか。いけ。あ、これ飛ばした方が勝ちなんですよね。あ、えい。あ、えい。あれ、えい。なんで見てて楽しいのかな。大丈夫。あ、全然大丈夫。あ、頑張って。はい、あれ。うわー、ちょっと待って、あと何個。1、2、3、4、5、い、あれ。ちょっと作家さん、どうなってんすか。あ、魚じゃない。やごめんなさい、ごめんなさい。なんだっけ、天の邪気。全然私当たる気がしないですもん、だって。あ、ここだ。えい。あれ、なんで。ちょっと最後まで当たらないってすごいですよ。またここか、ここ。どっちだ、どっち。ね、こんなのありえんの。どっちかな。こっち。えい。あー、えい。イエーイ。かなちゃん、友達のために一生懸命になってくれた。ありがとう。どういたしまして。かなちゃんは優しいな。ありがとう。はい、あ、誰かからお祝いのコメントが届いたみたいだよ。すごいな。もう
二人だと思います。これが二十歳になって新しいこう芝居の新しい芝居の今までにない役をまたいろいろ演じてほしいと思います。今日本当におめでとうございます。すごい、もうすぐ二十歳ということで、平池さん、おめでとうございます。花澤さんとの出会いを思い起こすとスケッチブックなんですが、スケッチブックはね、花澤さんのあの時点での花澤さんのいい芝居を生かさせてもらって、空っていうキャラクターが十分生きていい作品できたと思ってるんですけど、二十歳を迎えて、ますますね仕事も学業も頑張ってほしいなと次第です。はい、そんな感じです。平池でした。花澤さん、花澤さん迷ってるわ。お誕生日おめでとうございます。花澤さんは、まあ、熊瀬さんもそうですけど、花澤さんっていうのは本当に次世代を担う、有望な大声優になると僕は確信しているはずですので、これからもその、天然の可愛らしさと、ブラックな魅力も後ろに叩えつつ大活躍していただけることを、切に祈って願ってやみません。できればちょっとくらい僕に優しくしてよ。お願いします。おめでとうございました。ありがとうございます。うわ、すごい、何この感じ、すげえ。3作品の監督を一気に紹介してしまった。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、待って、最初小林監督ですよね。魔法使いに大切なことの監督です。すごいなー、感想。そうですね。そう、平池さんね、平池さんにもよくしてもらって、山川さんも本当にツンデレですよね。ツンデレですよ。私がこう冷たくせざるを得ない状況に持っていくんですよ、自分で。そうそう、またね、いじめられるのが好きなんだと思います、山川さんは。はい、じゃあたまには優しくしましょう。かなちゃん、はい、よかったね。ありがとうございます、本当に。じゃあここで一曲をお届けしようか。はいはい、曲紹介はかなちゃんからよろしくね。ドン。はい。なんか作家さんから差し込みが来たんですけど、トマツさんの話も出たところで、ここで一曲トマツさんのもっと派手にねをかけましょう。まあね、ちょっとだけどね、出てきたの。もっとなんかないの？魔法使いの監督だったか、魔法使いのオープニングとかさ、スケッチブックのオープニングとかさ、もういいけど。はい、じゃあ、そうですね、カンナギの監督もね、出られていたので、じゃあこれ曲、トマツはるかでもっと派手にね。